せーの、スリーズのよっしゃ行くぞ、おっとと。はい、ということで、今日はですね、久しぶりのね、外ロケということで、御殿場のアウトレットに来ております。久々じゃない？はい、ちょっと暖房で声がやられて、喉が痛いんですけど。そうなんですよね。今回はちょっとね、お互いの家に必要なものを買っていきたいなという。そうなんですよ。でもさ、新居に必要なものってさ、何がある？家具ってこと？いや、バッグとかね。ただの買い物やだから今日は、楽しい様子を皆さんにお届けできたらなと思います。はい、はい、で、まあ買ったものはね、紹介できればなと。そうやな。でもそんなね、なんか買いたくないねんな。いや、わかる。だから俺も、だからワンチャンこれ何も買わない可能性もあります。いや、わからない。選挙に必要なものやで、それだけ覚えておいてよ。 OK、 じゃあフランフラン絶対行こう。じゃあということで早速やっていきましょう。せーの、行ってみよう。はい、ということで今日はね、カメラマンさんも来てくれてるということで、はい、なんかどっか行きたいとこある？行きたいとこ、ここら辺やな。どこら辺？ハイブランド、ジバンシーとか。うん、全部ハイブランド。空いてるとこから入っていくか。そうやな。え、どうしよう。サンダルどれ迷ってんの？絶対黒。あ、これかこれ？黒かピンク。はい、お買い上げです。バレンティの行きたいな。フランフラン来ました。ちょっと匂ってみて。匂いが全部、うん、一緒なんや。一緒じゃないやろ。なんで匂い一緒なん？ん？ガチ？こっち行くな。じゃあ、うん、あ、いいよいいよいいよ。あ、これとこれ似てる。あね、どっちが多い？多い？うん、量。量、量の量で決める。量で決める。多い方が買えなくていいやん。こっちやろ。あ、じゃあそっち行こう。え？こっちも行こう。おい。似合う？え、イギリスのトップ。な、イギリスのトップの人なの。一旦休憩です。疲れました。もうなんか分からんけどめっちゃ笑いまくったわ。めっちゃおもろい。今カメラ回してくれてる友達が帽子を買っております。そうですね。はい。何？本当ある？ダッサ。似合ってる。ちょっと買う順番間違えたんちゃう？確かに。ごめん。はい。ということで。綺麗じゃない？なんかめっちゃ買ってない？そんな買ってない。うん。買った風やで。買った風ね。店めっちゃ行ってるけど、賞味そんな買い物はしてないで。ですね。でまだね、後半、前半あるから。いや、まだこれからあと3時間ぐらいあるから。カメラも一番びっくりしてます。まあね、でもいい感じで順調やから、そうやな。この調子でいろいろ買い物してって、後でみんなに見せます。はいはい、はいはい、ということでですね、帰る前にこちら見てください。ででーん、シェイクシャックっていう、俺が、3番目には入るだろうなっていう。1、2番目にマックとモスバーガーでしょ。そう。え、ヒカル、これ気になる。それめっちゃうまい。それ食べていい？いただきます。いただきます。いきます。せーの。これやばい。うせん。これめっちゃやばい。何がやばい？語彙力ない。じゃあ俺に任せて。いただきます。ああね、これはすごいですよ。なんやろな、本当になんか滑り台に滑ってるみたいな。これよりひどい。最悪やな。最低やな。お肉が美味しいわ。パテ。これパンがね、ちょっとね、ホットケーキなんですよ。へえ。でもさ、パンうまくない？あ、パン美味しい、パン美味しい。なあ。あの、あ、パンみたいな味ですよ。滑ってんだよ。びっくり。ウケるの？やってないの？シンプルに。あ、ね、びっくりした。急に今がぶっ込んできた。はい、ということで帰ってきました。ただいま。こちら私のお家に帰ってきておりましてですね、うん、今から購入品紹介やっていきたいと思います。いやー、今までで一番買ったんじゃん。でもそんなの、なんか物欲ないねんな。いや、わかる。だから俺も、だからワンちゃんこれ何も買わない可能性もあります。今までで一番買ったんじゃん。確かに、アウトレットの中では割と買った方かもしれない、うん。アウトレットってやっぱりさ、その商品がさ、最新のものじゃなかったりとかさ、うん、売り切れてたりとかしてさ、在庫ないこと多いからさ、うん、結構なんか諦めること多かったんけどさ、うんうん、今日は結構順調に回れました、いろいろ。いや、そうやな。なんか運良かったっていうか、はい、確かに確かに。割とすごいいいなって思うのが多かったんで、うんうんうん、買っちゃいました。こちら。じゃあ早速ね、何を買ったか、新生活に必要なものやから、今回のテーマは。あ、ごめん、その割にはハイブランドしかないんよ。そんなこと
ことないよ。じゃあということでいきましょう、はい、答え合わせです、うん、あじゃあ一番近いの B やこれ。僕が買ったのこちらです。じゃじゃーん、ゴディバのチョコレートを買いました。最初にこのゴディバの何こんな買ったっけ俺めっちゃ入ってんねんけど。でこれめっちゃ安くて、え半額ぐらいやったんですよ。そうこれさどうやって開けるんやろボロボロやん。かわいい。え、かわいい。すごい。これさ、2段じゃない？そうよ。お、え、めっちゃあるやん、これ。一人で全部22粒食べれます。いいよ。こんなに入って、これさ、6000円のボックスなんですけど、3000円で買いました。うん、そう、で、俺もこれね、ヒカルに釣られて買っちゃったやつ。釣られての割には多いな。はい、まずゴディバですね。はい。まあ、ゴディバはね、結構ね、もう。食べ物やから、これは買い物とは言わへん。買い物やな、めちゃめちゃゴディバだよ。じゃあ次ですね。はい。次は、じゃあこれいきますか。ジミーチュー。じゃじゃーん。まあ、もうわかるやんちゃん。その箱といえば。可愛くない？めっちゃキラキラ。ジミーチューのスニーカー買いました。可愛い。キラキラキラってしてます。めっちゃ可愛くない？こんな感じです。めっちゃ可愛い。裏もほら可愛い。え、それやばいな。キラキラキラ。それもね、結構ね、安くなってたやんな。そうそうそう。これもでも5万しなかったよ。え、5万したやろ。5万してない。5万ぐらい。10何万なのが5万ぐらいで言ってた。確かに確かに。めっちゃ安かったね。じゃあオタくん次行ってください。俺、はい、俺でもそんな買い物してないけど。あ、俺雑学買ってる。雑学雑学系。雑学買ったの。逆にすごい。はい、こちらです。ドルガバです。君のゴールデン。ちょっともう声ガサガサなのに歌わないで。また声ガサガサになる。ちょっと暖房マジでやられる。この暖房えぐいな、うん、ほらこのマット感かわいい。ほらじゃじゃん。これですね、ヒカルがこれにしてって言ったんですけど、その理由がありましてですね。え、オソロとかやめてよ。はっ、言ったよ。え、知ってなくて。え、このマットめっちゃ良くない？これじゃじゃん。全く一緒。いい、全くではないけど、ほらおそろじゃない。あ、本当だ。イエーイ。ほら、おそろやない。かわいい。ドルガバの靴初めてかな。初めてやな、オタクの。で、結構ドルガバ靴さ、めっちゃいろいろあったような種類。え、めっちゃあった。で、全部かわいかったよな。そう。はい、じゃあ次ですね、こちらいきます。フランフランで買いました。これがマジで新生活なんですよ。あーね、こっからね、本番。こっからですよ。今のはもう本当に朝食みたいな。コース料理でいう晩菜。なんか前菜靴重っ。メインさっき食べちゃったみたいな。まあまだメインあるんで、私は。こちらしゃもじです。じゃーん、可愛くない？ああね、うさぎのしゃもじ。それ前白持ってなかった？持ってた。おい、これさ、おたくん家に置いてきたよな。白ないないない。え、どこ、どっか逃げちゃった。うさぎ白いの、no、白が良かったけど黒しかなかった。ね、黒の可愛い。黒、今の家には黒の方が合うかなと思って。なんか黒多いな。バルミューダの家電が全部黒なんですよ。ああ、そういうこと。はい、でマスク、じゃん、いいね。で、これです。じゃーん、これ猫のね、靴研ぎ。違います。待って、猫の靴って何？まず猫は靴履いてないんですよ、うち。これはボディのブラシです。ボディブラシね。この先っちょめっちゃ気持ちいい、ふわふわなんですよ。ボディソープ泡立てて洗おうかなみたいな。そうですね、しっかり。で、最後こちらです。じゃん、キッチンのタオル買いました。ああ、いいよ。これハート可愛くない？以上です、フランフラン。では、俺行きましょうか。俺見て、この大きさ。これ僕なんですよ、実は。まあ、オタくん、新生活やる気満々なんで。はい。まずですね、こちらです。本気ですね。こちらクッションです。これやばいよね。あ、気持ちいい。これやばくない？これはマジでクッションとして使います。どこで使うんですか？リビングです。おー、いいですね。はい、確実に。次はこちらです。あー、タオルの5枚、6枚セット。いや、7ピースやな。全然違うな、全部。え、6しかなくない？ 7。このさ、なんでこんなカラフルなやつにしたの？いや、あのね、人間ってやっぱ飽きるんですよ。いや、飽きないでしょ、タオルでは。だから、もうこれ、もう白だったらこれもう雑巾やん。な。まあ、オタクレベルになると使い捨てなんで。舐めてんな、マジで。舐めてるな、ほんとに。洗濯するより捨てた方が早いって男なんで、やっぱり。はい、次です。次こちらボールです。これはね、まあな、野菜とか作ろうかなと思って。野菜を作るの？ダッシュ村。そう、これもね、しっかりとあります。で、お寿司屋さんになると。はい、こちら寿司職人みたいなね。小鉢、ね、小鉢。これ、はい、これ浮気してます。一人暮らしなのに4枚もお皿買ってます。いやいや、使うやん、4つぐらい。別にあっても損ではないやん。醤油の種類4種類あるんか。まあ、焼肉とかね、レモンとかあるやん、甘だれ。わかる？絶対使う。最後です。ディフューザーね。ディフューザーです。そう、これめっちゃでかいやつね。じゃあ、おたくんが匂いどうでもいいから、量多いやつにしよう。そう、量多いやつ買えるのがめんどくさいんで、その量を持ってきました。こんな人おる？はい、こちら、量ですね。でかい買ったんで。匂いはもう全部一緒でした、正直。コロナ？
はい。おー、ちゃんと新生活してるよ。でしょ、これはちゃんと新生活やな。おー、いいよいいよ。はい、しまいます。はい、次いきます。はい。お帽子、頭でお帽子。あー、いいやん。あー、なんかそういうの持ってるけどな、はい、頭の帽子ほぼ持ってるんや。あーね。あー、これプーマですね。こっちは次からスウェットっていうかジャージっていうか。あーね、上下の。まあまあ、あって損はない的なね。なんかまあ部屋着にも使えるし、うん、コンビニも行けますよみたいなセットアップですね、これは。かわいい。こんな感じでベロア素材のこのなんかキラキラのプーマ、かわいいなと思う。ほんとや。あとは何を買ったんだ何を買ったんだ、何を買ったんだ。くんが知らない間に買いました。こちらです。あ、いいよ。じゃじゃーん、かわいい。運動靴、いいよ。これはまあプーマの、まあ、定番のやつですね、うん、かわいいやろ。かわいい。ヒカルそういうの履いた方がいいよ。なんかヒールばっかり足しんどいよ。そうそうそう。だから最近結構さ、さっきのドルガバのやつも結構履いてるし、ね、リトンのシューズも買ったし、運動靴な。そう、結構最近身長あるからな。はい、ラストです。フェンディなんですけど、これ一発目に買いました。ついてじゃじゃーん、本日3足目のシューズ。靴しか買ってないやん。なんでも新生活で靴を大量にください。はい、一ついいですか。はい、どうぞ。女の子は可愛くなりたければ、はい、いい靴を履きなさいって言いますよね。バイジョジョブズ。違います。素敵な女の子は素敵な靴を履いてます。靴が素敵なところに連れて行ってくれるんですよ。それはメンズも一緒ですよ、うん、靴が命。靴って汚いと、うん、あの運気も逃げるし。そう、一番なんか見られてるところって、うん、正直服とかより靴が綺麗かどうかなんですよね。そこなんですよ、はい、本当にね、これはガチで、マジマジで靴ないと外出れませんからねそういう問題ではないかもしれないですよね。ですよね、はい、はい、こちらです。じゃじゃーん、こっちにしました。めっちゃ可愛くない？あれ迷ってたんですね。これね、結局ね、この高さのヒールにしました。ここにフェンディのマークが全体に入ってるサンダルにしました。いいやん、可愛いよな、これめっちゃ、うん、それめっちゃ使いやすくない？うん、やっぱピンクのハイヒールも可愛かったんやけど、うん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 、やっぱ王道の黒が一番可愛いかなと思って。確かに、まあ使いやすいし、いし、うん、あとこの高さのヒールあんま持ってなくて、あれその中途半端な、これの2倍ぐらいのやつなら結構いっぱいあるんですけど。いや、もうバレー選手なんよ厚底かピンヒールみたいな。ああ、そういうことね。じゃあ超中間、まあ、微妙な高さのハイブランドの靴を守ってなかったので、いいやん、これ可愛いかなと思って。使いやすいし、うん、使いやすい、何でも合いそうや。これ買いました。という感じでございます。はい、まあでもね、今回はすごいね、体力つきましたね。なんか前だったらもう疲れてたんですけど。おお。あとね、思った以上に、うん、アウトレット安くない？安い。めっちゃ安いよ。めっちゃ安かった。だから俺びっくりした。確かに、まあ、時間がねちょっとなかったんですけど、まあまあまあ、ちょっとお仕事が押してて、うん、押しててっていうか詰まってて、うん、あの帰らないといけなかったんで、まだ周り切られへんかったところは結構あったんですけど、確かに時間ない中では結構頑張って買い物した方じゃないかなとは思います、うん、割と効率重視でいきましたね、はい、本当に。最後まあお腹空きすぎて動けなかったっていうのはあるんですけど。あ、そう、はい、本当に体力不足でという感じでした今回は。はい、まあ、一応フランフランでね、新生活のも変えたんでフランフランだけのえ、なんかほんまは T シャツとか、うん、なんか楽ちんな服探してたんですけど、はい、あんまなんか可愛いのなくて、うん、これさ、ヒカル定価でさ買ったバーバリーのさニットさ、うん、半額で売られとった。めっちゃショックやってんけど。やばっ、それはやばい、ガチで。そう、売られて交換してくればよかったもんな。なんで交換すんのせめてねせめてって何？せめて交換だけでもまあまあまあ、はい、まあ、気持ちの整理ついたら教えてくださいまとめ方謎じゃない気持ちの整理めっちゃついてるよこっちは。そこまで精神的ショックなほどショックではないよもうええって。はい、ということで、まあ、今回ね、はい、まあでもすごい久しぶりに買い物できたんで、確かに思いっきりね、はい、だからまあすごい楽しかったなと思います、はい、またねちょっとアウトレット攻めていきたいなと思いますので、はい、まあぜひ全国のねアウトレットさん来てほしいなっていう方がいたら高評価とチャンネル登録をお願いしますなんなん、ツボ浅くなったんな全国のアウトレットさんはい、ということで、はい、また次の動画でお会いしましょう、はい、ということで以上、わざとひかるでした。バイバーイ。バイバーイ。